今日は今から私が最近ハマっているミルフィーユ風のクッキーをねデザートで作ろうと思います。この韓国のゴソミっていうクッキーで作ります。日本の SNS で見かけてからねハマったんですけど、日本ではハーベストっていうね、こちらに写真を置いておきます。これで作るのがいいみたいです。ミルフィーユって日本では結構気軽に食べれる感じですか？韓国では気軽には食べれませんね。もともとねケーキ屋さんっていうのがそんなに多くないので、日本だったら結構ケーキ屋さんって1キロ以内にいくつかありますよね。そんな感じではないんですよね。なのでね、結構割とおしゃれなカフェとかおしゃれなお店に行かないと売ってないので、気軽さはないんですよね。こういう風にヨーグルトを塗って層になるように重ねていくだけです。こういう感じです。これをね、冷蔵庫に入れておけばしっとりしてミルフィーユみたいに食べることができます。冷蔵庫に入れておきます。皆さんは花粉症ですか？私は花粉症じゃないんですけど、今年初めてね、子供たち息子たちが目がかゆいとか鼻水が出るとか喉が痛いとか言ってたので、花粉症なのか黄砂アレルギーなのかちょっとわからないんですけど、何かにね反応したアレルギーが出ているようです。早速ね病院へ行ってきたんですけど、韓国ってね花粉症ってあんまりメジャーじゃないんですよね。国民病っていうことでもなくって、日本みたいに私花粉症ですっていう人が3月4月に多いわけじゃないので、病院ではね風邪かなみたいなこと言われて、ちょっと鼻水止める薬出すねって言われたんですけど、日本だったらドラッグストアとかに花粉症用のなんかいろんなアイテム売ってますよね。そうかなと思って日本の両親と話をしてたら、お父さんがね目薬送ってあげるって言ってくれたので、それがここに入っているはずです。もう花粉症大変ですよね。春は私自分がなったことないからわからないんですけど、あ、これ一番これですね。いいのか悪いのかわからないですけど、7歳未満の子供は使ったらダメって書いてありますけど、まあもう子供大きいのでね、これ使わせようと思います。目がかゆいってもうかわいそうですよね。これを使って効くかどうかわからないですけどね、何かちょっと対策したいと思います。ちょっとこちらに移動させて、子供の日にこれを準備できたので嬉しいです。両親もねこの動画とか YouTube 見てると思うので、ここでお礼を言っておきます。ありがとうございます。さっきね、E マートへ行ってきました。子供がねもうすぐ試験なんですけど、コンピューター用のサインペンがいるということで、こちら買ってきました。コンピューターで回答するのかな。帰りに、これまた息子に頼まれてたお魚をね、一匹買ってきました。後でご紹介しますね。E マートでグッピーのお魚一匹買って、ついでに、300円ぐらいでこのパン、丸パンと、もう今日の夜は銀パップにします。銀パップです。あと銀パップと一緒に食べるこちら唐揚げ1000円です。あと私のグリークヨーグルト、ギリシャヨーグルトです。これはいつも買います。あとね、旦那さんが好きなモンブラン、韓国のパンですけど、モンブランと言います。日本のモンブランと全然見た目違いますけど、これが美味しいんですよ。今ね、パン買ってきたので、卵パン作ろうと思って、また、これ前もご紹介したと思うんですけど、これ本当に便利なので、すごいね、ゆで卵を作る機会がね、とっても増えました。あとこちらのケーキです。ちょっと冷蔵庫に入れたので曇ってますが、いくらだったかな ?600 円です。ケーキ、いちごのケーキを買いました。あとね、一匹買ってきた、お魚さん、グッピー、
よく見たらね、いっぱい赤ちゃんがいました。嬉しい。1匹ね、300円なんですけど、300円で買ったらこんなにね、赤ちゃんが入ってきました。めっちゃ赤ちゃんいるじゃないですか。知らなかった。めっちゃ嬉しい。子供が帰ってきたらね、水槽に入れてもらおうと思います。この子ね、メスなんですよ。オスがうちいるので、オスとメスで赤ちゃんができたらいいなと思ってたんですけど、もうすでにね、こんなにたくさん赤ちゃんがもらえました。皆さんこんばんは。もうみんな寝静まったんですけど、これこれ、これ食べないと。私はあんまりね、夜遅くに食べたらダメとか、そういうことは全く気にしていません。食べたい時に食べる感じです。こういう感じです。しっとりしてます。もうふにゃふにゃ。私今日ね、キムチをね、切ってて怪我をしたんですよ。危ないですね。ミルフィーユ美味しいです。手軽にできるので、おやつにぜひ作ってみてください。あ、そうだ、今からちょっとね、カバンにリボンをつけるね、作業をしようと思います。よかったらお付き合いください。以前私の動画でこのカゴバッグに、このね、レースのリボンをつけて、あとこのリカちゃんね、かわいい、こちら日本でゲットしてきたリカちゃんのカバンのアクセサリーをつけたんですけど、ちょっとね、随分ともう使ったので、今日はちょっとリボンをね、変えようと思うんですよね。このリボン可愛いですよね。これね、紫がとっても綺麗な、これは旦那さんから結婚記念日かなんかにね、もらったブーケのね、レースなんですけど、紫がとっても気に入っていて、何度かいろんなとこで使ってます。これもね、ちょっと今日は取ろうと思います。リカちゃん、今日このリカちゃんもちょっと取って、これもね、気に入ってるんですよね。前もご紹介しましたが、可愛いですよね。同じような趣味の人、見てくれている人の中でいるかな。今日はこのピンクにしようと思うんですね。ピンクにちょっと英語が入ったバージョンと、本当のピンク、この英語の入ったバージョンにしようと思っています。とっても可愛いリボンなんですよ。色が前回使ったリボンと同じ長さにして、これぐらいで切ろうかな。ちょうどこの英語が切れてるところで、こんな感じで切れました。こんな感じでできました。どうですか？私結構可愛いかなと思って気に入っています。しばらくね、使ってみて、ちょっとリボンのこことか長さはどうかな。これはね、後でまた調節しようと思います。今夜はこれぐらいにしてお休みしたいと思います。今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。おやすみなさい。